マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたは甘い飲み物が大好きで、なかなかやめることができない、そしてなかなか痩せないなんてことないですか？そこで今回の動画では天然の甘みで痩せる飲み物がわかるんです。もしあなたが甘いものが欠かせなくってなかなかやめることができないとお困りでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せる甘いお茶についてお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの甘いお茶で痩せることができるのでしょうか、そのダイエット効果と、2つ目、ダイエットにおすすめの甘い天然のお茶お話します。では1つ目の項目です。なぜこの甘いお茶で痩せることができるのでしょうか。痩せるポイント3つあります。1つ目、それはあなたの腸内環境が整う材料だからなんですね。これとっても大事。もう根本的な痩せ体質へと生まれ変わりたいのなら何をすればよいのか、それはまずはあなたの腸内環境を整えてあげることになるんですね。そうしないと、いくら食事制限を頑張ったところで、厳しい運動を頑張ったところで、元に戻るのがもう目に見えてるからなんですね。もうリバウンドが待ってるわけです。なぜかというと、太った体質のままだからなんですよ。ではどうすればよいのかというと、あなたの腸内に住み着いている腸内細菌たちの種類がね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を種類を増やしてあげること、そしてその細菌たちをね、元気にしてあげる喜ぶ餌を与えてあげること、そしてその細菌たちがいつまでもあなたの腸がね、このまま気持ちいいって、もうここにずっといますって育ててあげる、これすっごく大事なんですね。そのためにこのお茶を飲まれますと、まあ、そういった作用がありますから、健康的に綺麗に痩せることができるわけです。では2つ目の項目です。便秘改善します。これもすっごく大事。もういくらですね、体にいいもの、腸にいいものを入れたところで、やっぱり便秘の方ってなかなか体質改善できないわけですね。余計なものを溜め込んだままいいものを入れたとしても、それはね、やっぱり効果が薄くなります。まずは順番は大掃除です。腸内に溜め込んでしまって余計な老廃物、便ですね、そういったのをしっかりとゴソッと大掃除した結果、いいものを取り入れたら吸収できるわけですね。なのでもう絶対に便秘のままでは痩せることはできませんよ。ですからこのお茶の力を借りて、まずは溜め込んでしまっている腸内で腐っているその食べ物ですね、を全部排除です。これがとっても大事ということですね。そして3つ目のポイントは、甘いものの置き換えになります。もうこれはね、もう過去の私もそうだったんですけども、もうね、甘いもの中毒だったんですよね。もう甘いものがやめられない、止まらない、もう絶対欠かせないって、もう毎食後にデザート付きみたいな人だったんですね。もう今は全く真逆なんですけども、やっぱりそういった方の味覚がやっぱり麻痺してしまって中毒になってしまってるんですよね。特に白砂糖は中毒性がありますから、もう侵されてるわけです、味覚も体もね。そこでやっぱりいかにこの白砂糖を断つかっていう、これもね、そこを乗り越えた先には素晴らしい未来が待ってるわけですよね。でその時に、でもいきなりね、甘いものやめるって辛いじゃないですか、うわーって、で我慢しすぎた結果食べすぎちゃう、結局食べちゃった、その繰り返しなわけですよね。それは良くないです。なのでその甘いものがどうしてもやめられないけど甘いもの好きっていう時はね、目標の状態になるまではせめてですね、やっぱりこういったお茶の力を借りて、このお茶が甘いですからちょこちょこ飲んでいただく、そうすると甘いものをつまむ代わりにそのお茶になるわけですから、もうこれはね、味方につけた方がいいです。ではここから2つ目の項目です。ダイエットにおすすめの甘いお茶ということで、今回あなたのためにご準備したお茶はこちらです。天茶になります。聞かれたことありますか。これすごいんです。甘み成分があってね、なんとお砂糖の 7.5 倍の甘みがあるっていうね、成分が入っているから、天然なのにお砂糖も入ってないのにね、甘いっていうお茶なんですよね。もうすごく満足度高いと思います。そして中性脂肪やコレステロール値も抑えてくれる効果もあります。そしてね、便秘改善、ノンカフェインっていうのも嬉しいですね。やはりカフェイン飲料はダイエット向けではやはりないんですよね、腸活ダイエットにおいては。
なぜかというと、やっぱりカフェインを取りすぎてしまいますと、あなたの腸の動きがやっぱりね止まりやすいんですよね、うん、なのでやっぱりカフェイン飲料は、まあ、どれだけ飲んでも1日1杯ぐらいまでに抑えられますと、そこまで影響はないと思います。 できればこういったダイエット効果が高いノンカフェインをね取った方がもう早いです、結果が出るのが。なので今回は天茶を選んでみました。でこの天茶ですね、まあ、ダイエット効果も高いですしノンカフェインでおすすめなんですけども、だからといってこうグビグビ飲んでしまうようなお茶でもないんですよね。で今から痩せる飲み方注意点お伝えして終わっていきたいと思います。で天茶ね美味しいんですよ。やっぱりね冷たくしないでください。痩せたいのならホットです。お腹を冷やしてしまっては低体温になる、代謝が下がる、ね、腸も動かない、もういいことないです。もう絶対良くない。女性にとって冷えは大敵ですよ、もう太るもと。なので飲み物食べ物も温かいものを選んでいきましょうね。そして数回に分けてちょこちょこ飲んだ方がいいです。例えばうわー甘いもん食べたいって思うじゃないですか、どうしようってな時にちょっと天茶を口に含む、ですぐにね入れない、お口の中でちょっと含ませて甘みを感じて、あ幸せって甘いって思ってからごっくんです、うん、でまたね欲しくなるじゃないですか、しばらく経つと甘いもの食べたいと思った時はまた天茶を一口含む、まあ、この繰り返しちょこちょこ飲む、数回に分けて、そうすると今まで甘いものをつまんでたのが天茶に置き換わってるわけですから、これは痩せます。ぜひ試してください。そしてね注意点です。飲みすぎたらねお腹緩くなっちゃう方いらっしゃるんですよね。なのでどんなにいいお茶であったとしても、まあ、この天茶に限らず飲みすぎは注意です。でこのね天茶 100% も有機栽培でお願いしますね。いいものを選びましょう。ただ私ですねいいものを見つけたんですよ。私が大好きなお店カルリーさんで天茶見つけたら、なんとねブレンド茶だったんですよね。ちょっとここで最後ご紹介したいと思います。それはねこれです。見られたことあります？カルリで見つけた小川翔薬さんの蛇腹入りの天茶になります。でこれノンカフェインでテトラバッグタイプなんですよね。で甘い風味が特徴の天茶に柑橘類の蛇腹、まあ、あの柑橘みかん系ですよねをブレンド。天茶の甘みの中ですっきり爽やかなこの蛇腹のですね香りが広がる一杯ということで、これめちゃくちゃ美味しかったんですよ。ちょっとハマってます。で実はね天茶蛇腹、そしてレモンピールとシソとスペアミントまで入ってるんですね。これ全部痩せる材料です。これめちゃくちゃおすすめで、これはですね、まあ、ティーカップ、まあ、マグカップ1杯に対して一袋なんですけれども、やっぱりねあのこちらはホットで召し上がっていただきたいなって思うんですよね。でしかもここ素晴らしいんですよ。この商品は200項目以上の厳しい残留農薬検査をクリアした国内で製造した商品、安心してお召し上がりくださいってここまで書いてくださってるんで、もうねありがとうですよね。もう安心安全、しかも痩せる、健康にいいと思いませんか。なのでこのねティーパックもまあ大体1日2パックまでぐらいで十分だと思いますよ。上手にね甘いもの食べたいなって時のちょい飲みにね置き換えてみてください。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、甘いものがどうしてもやめられない、止まらない、ね、甘い飲み物大好きという方のためにこの天然の甘み成分、お砂糖の 7.5 倍もある甘みの天茶ご紹介しました。で私のおすすめはねちょっと天茶ばっかり合ってないという方は、先ほどお伝えしたこのカルリーさんのブレンド茶もおすすめです。蛇腹入りですね。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもたくさんいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。